ああ、もう5分か。ほら、もういいぞ。行ってこい。あ、うん。うわっ！あー！とっとと行け！ごめん！向井くん見えそうだよ。変態向井くん、ちょっと動かさないって。タオルが連れてきてるよ。もう知らない。もう本当に訳がわからない。ここなら偶然あったことに。先輩大丈夫ですか？大丈夫。ちょっと焦っただけ。あれ、なんか引っかかるな。ねえ、わざとやってない？何のことすか。もう、あー、お尻痛くない？抜いたー。なんていかがわしいこと。ほら、早く早く。仕方ないな。もう、こそっ。女子くん、あ、これはストロー。真面目にやってるんだからもっと真剣にくすぐって。こんな簡単なこともこなせない助手だと先が思いやられるわね。もういいから女子くん、許して。無理、もう立てない。満足していただけて何よりです。まあまあ、百聞は一見にしかず。やっちゃってお姉ちゃん。ほーい、よーいしょっと。ちょっとお姉ちゃん、それ肌色に見える布だから。あ、本当だ。なら安心ね。それでいいのか。別に恥ずかしくないわ。着てるんだし。女子だって分かってて、いつも通り興味ない反応。めちゃくちゃ真剣。